百州武道具店の動画。こんばんは、百州武道具店の動画です。今日、令和2年5月25日に全県連の方からまた、お知らせがありました。タイトルは稽古再開の今後の予定ですについて、今ここにね出てると思うんですけども、ちょっと読みますね。全県連はこれまで対人稽古の自粛をお願いしてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症問題が続く中、自粛要請も2ヶ月に及んでいます。はい。しかしながら剣道は日頃の鍛錬稽古が重要であることから、全県連としても適切な時期での再開を検討しており、再開条件の一つとしての感染を防止する用具の開発に努めておりましたところ、これらの用具に、ここから聞いてください、これらの用具による実効性について10日程度で医科学的見地からの結論が得られる見込みとなりました。うまくいけばよ、うまくいけば。全県連は医学的見地からの結論を確認してから稽古再開の時期のめどおよび稽古再開にあたってのガイドライン並びに今後の大会や審査会の方針について連絡しますので、ご承知おきください。以上ということで、あと10日、来月の6月の5日前後には何かしらの回答が出るということです。これはもういいお知らせだと思うんでご案内いたします。今日は以上です。ありがとうございました。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。